どうも、生きるプロテイン不可能男です。イエス筋肉。はい、ということでね、今ちょっと緊急で撮ってます。2月9日、超緊急で撮ってます。ちょっと今トレーニング帰りでね、こんな格好で申し訳ないんですけども、もう髪の毛も顔もぐちゃぐちゃなんで、ちょっとすいません。で、なんで緊急で撮ってるかと言いますと、題して、僕の動画の最初の挨拶を考えようっていうことです。はい。最初の挨拶考えてなかったんでね。もうなんか今までね、お話し合わせて元気よく言ってたんですけど、別にあれ、挨拶ではなくね、僕が普段から使ってるだけなんですよ。もうなんか人になんかお願いするときとか、あっしゃーって言ってたりするんで、なんかたまたまそれをね、一発目の動画で言ってしまったんで、なんとなくそう言ってたんですけど、別に、全然思い入れもないんで。あとうるさいですしね。俺もたまにね、イヤホン聞いて動画見るときにね、こいつうるせえなって思いますもん。そうそう。で、まあ、まとも真面目にね、その挨拶を考えてなかったんで、せっかくなんで考えようということで。で、明日昼から、動画を撮るんですよね、YouTube の。なんで、それまでに考えたくてですね。なので、ぜひこの動画の、コメント欄に、こんなのがいいんじゃないかなっていう最初の挨拶こんなのどうですかみたいのを、ぜひぜひ書き込んでいただければと思います。でその中から、決めようかなと思います。でコメントしてなくても、これがいいかもしれないみたいになったらそこにハートマークを押していただければそれを見ながら、ちょっとね、しっくりくるやつねしてもう明日から使いたいと思いますんでぜひどんどんコメントください。まあ、僕が今最初に言ったもう最初なんか言ったよな、何です、イエス筋肉とか言ってたな。もう別にそれでもいいですし、まあ、それ別になんかもう考えたっていうか勝手に今言っただけなんですけどそれでもいいし何でもいいし何でもいいんですけどぜひ書き込んでいただければなと思います。ということで、でこの後ね、多分これいけるのかな、編集間に合えばこの後多分理論論争の動画が流れると思うんですけど、はい、そちら、ぜひ楽しんで、最後まで見ていただけたらなと思います。はい、そうですね。なんでぜひコメントの方たくさん待ってます。よろしくお願いします。はい、ということで、まあもうこれから大きい声でうわーってお願いしますっていうことないんでぜひ音量気にせず、動画楽しんでくださいませということでした。はい、じゃあこんな感じ。ありがとうございました。バイバーイ。動画楽しんでね。お願いします。ボリューム、ボリューム。よかなとかです。始まりましたね。始まりました。よかくんの筋肉チャンネル。今日はですね、今トレーニング業界で話題になっている丸々理論論争についてね、ついに話します。ついに来ましたか。でこれを、ちょっともうね一発で終わらせます。僕がはい終止符打つ終止符終止符を打つでまあ分かんないね、まだ知らない人もいるとは思うんでちょっと説明すると、そば派かうどん派かみたいな話です。どっち派もいそうな感じの話だった。そうあとタンは塩かタレ派かぐらい。ああ、なるほどね。あとそれを言うならあれじゃ、目玉焼きに醤油かソースかじゃない。目玉焼きにソースはねえだろ。マジで。いや、あるよそれはあるよ。そう、まあ、それぐらいのね、そんな感じのやつですね。お餅はきな粉か醤油かみたいな感じです。わかったね、こんな入るもうそんな感じなんですけど、パンツはボクサーかストランクスかみたいなもういいまあそんな感じのね、なんかあって、でまあ丸々理論対丸々理論っていうのがあって、まあ横川理論っていう名前がついてね出回ってるんですけども、ね、そういうのがあって、まあどっちがいいのみたいな、結局どっちのトレーニング方法がいいんですかみたいな
まあ議論がねいろんな人がやってまして、トレーニー界隈で結構ね、そうそうなんですよ、バトルとかじゃないんですよ、まあバトルではないですけど、まあどっちがいいんだろうねみたいな話し合いで、まあでも結構熱くなってる人もいるっちゃいて、そうそう、でまあ一応ねなんか横川理論とか言ってなってるから俺が話そうかなみたいな、でまあ結局でも俺が言い出したわけじゃなくて、サイヤマングレーとか言い出した、ね、サイヤさんが、俺はサイヤさんにトレーニング教えてて、でそのトレーニングをいろんな YouTuber の人とかにサイヤさんがやって、その人たちができなくて潰れてて横川理論最強みたいなことを言い出して、それを見た人がそれやりすぎだみたいな、俺のトレーニングはやりすぎ、オーバーワークだ、なんてオーバーワークっていうのはまああのやりすぎると良くないよ、逆効果だよみたいなのが考え方みたいなのがあって、じゃあどっちがいいんだろうねみたいなのがあって、そこが発端なわけか、そう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 、それやりすぎどうこうみたいなのがあって、僕の考えを言いましても、もう、ね、タイトルに書いてある通りね、一発で終わらせるって言ってるんで、ちょっと言います、結論から言っちゃう、結論言います、はい、はい、結論、まあ結論は、まあ、僕の考えではですよ、僕の考え結論は全然わかりません、出ました出ました、全然知りません結論、全然興味ありませんです、結論知りません、結論知りませんそんなんそんなん知りませんあ、発端じゃないっていうね、結論を知らん、うん、そんな感じです終了、今日の動画終了、終わり、ありがとうございました、はい、もうこれで、あの、まあまあ、理論論争はもうおしまいです、何それ、おしまいですです、もうこれで決着、決着、よし、終わった終了、待て待てと、そういうわけにはいかないぞと、終わり、これ納得しない人もいるんじゃないですか、うん、やってる、怒られるかな、うん、真面目、知りませんじゃねえだろ、真面目に話せって、うん、何かしらあるの、そうだね、じゃあ、うん、分かった、じゃあ分かったじゃん話します、そしたらなんか話すか、トレーニングのことについて、でも、なんかね、最初そのオーバーワークっていうのから確か来てるんだよね、この話が、まあ、オーバーワークっていうのがあって、何時間以上やるととか、あんまりやりすぎると筋肉に逆効果ですよ、みたいのがありまして、でね、まあそれに対する俺の考えとしては、まあそれって結局そのなんだろうな、まあいろいろ論文とかがあるのよ、海外の研究結果とか、ちゃんとしたこうね、そう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 、確かそういうのからね、あーそうなってるんだよね、でも基本的に俺はその論文とかを信用してないんで、顔も名前も知らんやつのさ研究結果なんてそんなの知らんわって、確かに俺はなるの、人種も違うかもしれない、そう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 、体重、骨の付き方とかね、もう何にも違うから、そんな何千だ、究極俺の場合は別に全世界の人がこういう研究結果になりました、だからこっちがいいですって言われても、いや俺違うかもしれんじゃんって思うタイプの性格なんで、俺がもし研究されて全部見られてあなたはこうですって言われたら、もしかしたら従うかもしれないけど、基本そういうものは俺以外の人のことはもう全く俺は気にしないんで、俺は違うからって思ってるタイプなんで、だから俺はね全く気にしてないですね、そういうところは、まあ、あとはボディービル始めたのが日本一になりたいから始めて、まあ、せっかちなのもあるんで、そのね誰よりも早くチャンピオンにならないと気が済まなくて、ってことは誰もできなかったことをやるってことはみんなと同じことやってても意味ないなみたいな、まあ結構俺根性論なんで、じゃあ他の人より多くやろう、他の人より長くやろうみたいなタイプで、誰よりもやれば誰よりも筋肉つくなみたいな思ってやってたんで、本当に根性だったね、日本一になりたいんだったら日本一トレーニングするしかないでしょっていう感じでやってたんで、本当そうだった、でね、普通のことをやって筋肉が大きくなって大会で勝てる人って、まあいわゆる天才だと思うんですよ、でも俺は普通のことやっても大きくなんないんですよね、普通のトリングしても、だからそういった意味では俺はその筋肥大に関しては天才ではないのかもしれないし、うん、多少の才能はあるかもしれないけど、普通のことやったところで俺は勝てないし筋肉も大きくならなかったんで、じゃあ異常なことやるしかないじゃんって思って
今のトレーニングに俺は行き着いた感じです。まあでも俺はそのね、誰もやってないこやったことがないことをやろうとしてこういうトレーニングに行き着いたんで、まあ、多分これ見てる人とかは普通に筋肉質になりたいとかちょっと筋肉つけたいっていう人を、トレーニング楽しみたいって人が多いと思うんで、ね、その人たちに合ったトレーニングをやるのがいいんじゃないかなと思いますね。俺はやっぱその人のね、生活環境にもよるし、家族がいたりとか仕事したりとか、なかなか時間取れない人もいると思うんで、まあどっちの理論がいいとかじゃなくて、自分の生活スタイルに合わせて楽しんで続けられれば俺はいいと思います。その人に合ったトレーニングを、そう、目的をと。でトレーニング方法なんて今何々理論何々理論っていう対決なみたいな感じになってるけど、もっといっぱいあるんで、いろんなトレーニング方法が。でどれが正解ってわけでもないし、俺のトレーニングももっといい方法あるんじゃないかなみたいなに思って毎日トレーニングしてるんで、だから何が正しいとかはないと思うんですよね。で何が間違ってるとかもないと思う、まあ、間違ってる、まあ、例えば腕太くしたいのにずっとサイドレーズやってたらそれは間違ってるんですよ、それ確実にね。だってここ太くしたいのにさ、ずっとこんなになってサイドレーズやっててもさ、それはそんな、まあ、方法がね、それはもう完全なる間違いよ。それは完全なる間違いだけど、難しいでいいからね、なんかだからね、まあそんな間違いなんていうのはそんなないと思います。でね、あとまあ気になる人とかね、どっちの方が効率いいんだろうとか、どっちが早く筋肉つくんだろうみたいなとか思うと思うんですけど、そんなね簡単にたどり着ける領域ではないのでね、まあ、とにかく一生懸命いろんなことをやるコツだと思います。筋肉をつける秘訣というかコツとしてはね、なんか俺もいっぱい失敗したし、トレーニングで、でもそれって結局その後自分がどうするかだから、失敗のまま終わらせるか、そこから工夫してその後の成功につなげるかみたいな、そういう自分次第だと思うんでね、まあ、どんどんいろんなことに挑戦していっぱい失敗した方がいいと思います、俺は。でもその失敗をね、失敗したことに気づかないのが一番の失敗だと思うんですよね。でそのまんまね、自分が失敗したように気づかず、ずっとそのまま生きてたら何も全然意味ないし、失敗してることに気づくにはね、やっぱ一生懸命やるしかないと思うんですよ。一生懸命やんないで中途半端やってたら失敗してることにも気づかないんで、それがね一番良くないと思うんでね、まあ、楽しみながらもね一生懸命取り組むとね、より自分の肉体改造がねはかどると思うんでね、なんかいいこと言ったな俺、真面目なこと言っちゃう、僕の介入する余地がなかったです今の。いや、めちゃめちゃいいこと言っためちゃめちゃいいこと言ったんじゃない。これもういいでしょう。じゃあ結論としては、結論としてはまあなんで俺が思うに結論としては全然わかりません。最終結論そう、最終結論これです。最終結論それですわ。そんなんしゃんしゃんそんなんしゃん。何回あったけど、何回あった時がじゃあば、そういうことです皆さん、っていうことです、はい、もうそういうことらしいです、こういうことです、どうどうどうかな、どうっすか、こんな感じですけどどうだろう、オッケーみんな、まあ、楽しく続けましょうということです、トレーニングは。まあなんかね、日本一になりたいとかね、大会優勝したいって言ったら楽しいだけじゃちょっとね難しいけど、今は楽しくやりましょうということでした。じゃあもう今日はこの辺で、ありがとうございました。